はい、こんばんは。今回はまたまたピークデザインの商品をご紹介したいと思います。と言ってもですね、結構昔の商品なんで、皆さんもいろいろなところでご覧になってると思うんですけれども、私なりの視点でレビューしたいと思ってますので、ぜひご覧ください。はい、では早速商品の方をご紹介していこうと思います。ピークデザインのキャプチャーです。皆さんどこかでお目にかかったものだと思います。大人気商品ですよね。それに加えてプロパッドと呼ばれる、キャプチャーにつけるパッドですね。こいつも購入しておきました。先ほど入ってたねポーチと一緒に購入したので、そちらのポーチの方の動画にもちらっと出てたので、ご記憶に新しいかと思います。そのテックポーチをご紹介した動画のリンクを概要欄に貼っておきますので、ぜひぜひそちらもご覧ください。はい、じゃあ話戻りまして、キャプチャーのご紹介。パッケージはこんな感じ。相変わらずパッケージは凝りに凝ってますね。マグネットでくっつくタイプ。キャプチャーの方は商品がむき出しで見えるようになっています。今回はブラックを購入させていただきました。色は2色展開ですね、今のところ。ブラックと、確かネズミ色がありましたね。あれ何点ですかね。後で調べておきます。はい、じゃあ開封していきます。開封の仕方すら雑です。では、付属品からご紹介したいと思います。謎の袋と、この六角ですね。私のチャンネル六角のご紹介本当多いな。めちゃくちゃ六角が溜まってきました。これとあとはシールですね。ピークデザインのシール、このシールもねめちゃくちゃ溜まってきましたね。であとはネジですね。六角で締めることのできるネジ、ほんとネジ類も多いんで、どの商品にどのネジがついてきたのか忘れそうです。あとは本体ですね。こいつはねくくりつけてあるのでほどいていこうと思います。まず取り出せたのはプレートですね。アルカスイス互換になってますプレートです。六角で留めるタイプですね。真四角のプレートになります。最後に出てくるのはキャプチャー本体です。少し外観見てみましょうか。結構ツルツルとした感じですね。総金属でできてますね。裏はほんとツルツルです。内側も見てみましょう。内側の部分はゴムが貼ってありますね。滑り止めのようです。逆側は普通に金属ですね。別に高級感があるわけじゃないんですけれども、丈夫そうな感じはしますね。ちょっとぶつけたぐらいならね壊れることはなさそうですね。丈夫そう。このキャプチャーにプレートを装着できますね。プレートにはもちろんカメラをつけますよ。カメラをつけたプレートをここにガチャリンコとはめることができます。ここにロックがありますので、ロックをかければ簡単に取り外すことができなくなります。ボタンを押し込むことによってロック解除ですね。こんな感じ。回しておけば押しても回りませんね。正方形なんで、おそらくですけど、そうですね。全方向ではめることができます。あとですね、付属してきたこのネジなんですけれども、少し長いんですよね。おそらくカバンとかね、分厚いものに挟む場合は、ネジをこちら側に取っ替えて使うようになるみたいです。なんで長い方は六角で締めるような仕様にしたのか謎です。このようにね、手で回せるネジにしてくれればいいと思うんですけどね。いまいち不親切な感じ。長さはほんと微妙に違いますね。こちらは問題なく、もちろんはめることができます。でもなんで六角なんだろう。で、実はなんですけど、私これの旧製品も持ってまして、1個前のモデルですね。こちらが V2 かな。新しく出ているのは、というか今出ているのは V3 ですね。私このように2つ持ってますので、ちょっと見比べていこうかと思います。ちなみに多分なんですけど、この V2 についてるプレートは後で買った部品だと思います。本来もうちょっとでかいのがついてた
と思います、まあ、どっか行っちゃったんですけどね。うん、V2 のがかなりでかいですね。後ろに三脚穴がその代わりついています。 V3 の方はツルツルですね。この仕様を省いたのはおそらく厚さを抑えるためだと思います。そして V2 の方は特徴がありまして、もちろんロックは V3 と同じ方式なんですけど、こちら側がこのプレートを抑える力を調整できるネジがあります。こちらはロックネジ、先ほどと同じですね。回してロック、押して解除ですね。重さはまあそんなに違わないかな。後で仕様載せておきますね。体感的にはそんなに変わんないです。 V3 の方はこちらのロックが1個あるだけですね。キャプチャーとプレートの互換性を見ていこうと思います。こちら V2 用のキャプチャーと V3 用のキャプチャー、 V2 用はかなり太いっていうか厚いんですよね。問題なく V3 のキャプチャーにつけることができました。ちょっとカタカタしますね。この V3 なんか V3 用のキャプチャーをつけても若干余りがありますよね。カタカタします。もうちょっと締め付けたい感じしますね。若干歩いてたらうるさそうです。 V2 の方はちゃんと締めておくことができるんですが、 V3 の方はそのようなレバーがないですもんね。あと V3 のキャプチャーも問題なくはめることができました。しかし実際に使ってみようと思い試してみたところ問題を発見しました。このようにカメラに V3 付属のプレートをつけまして、V2 のキャプチャーに取り付けようとした時です。 V3 のプレートがあまりにも薄すぎて V2 のキャプチャーでははめることができませんでした。ちょうどねボルト分分厚いんですよね。 V3 のプレートが薄くなった代償というんですかね、使用することができません。もちろんね V3 のキャプチャーに V3 のプレートなら問題ありません。 V2 のプレートに V3 のキャプチャーでも全く問題ありません。もちろんそうですよね、 V2 のキャプチャーのプレートは分厚い仕様です。しかしこの問題もカメラを縦付けする人には全く関係ありません。縦にならボルトが全然邪魔になりませんので、そのまま使用することができます。まあ私の場合はね縦につけることがほとんどですので、この点は問題ないかと思います。このようにね平行につけようとするとつけれません。キャプチャーに対して直角なら取り付けることができます。この2つの比較、意外と私は V2 のが好きかも。なんといっても V3 にはプレートを挟む機能が省かれてるんですよね。三脚穴もないですし、大きさが気にならないなら V2 でもいいかもしれませんね。じゃあこのプロパッドもせっかくなんで見ていきましょう。はい、箱から出しました。とりあえず取説を読む私と思ったら、商品のこんなとこに使い方印刷されてました。わかりやすいっすね。キャプチャーをここに挟み込むようですね。キャプチャーを広げてまずここに挟み込みますが、ネジ取らないとダメだな。はい、このように挟み込んだら蓋をパタンと閉めます。この上にキャプチャーを持っていけば完成です。意外とこのネジがきついのでかなり緩めないとはまりませんね。はい、こんな感じですね。あとはこのパッドの上の部分、わかりますね、 PD って書いてる上の部分にベルトを挟み込めば腰の位置にカメラを取り付けることができます。まあこの辺の使い方とかはね、はっきり言って私のチャンネルで見るより他の人いっぱいいろんなレビュー上げてますので、そちらをご覧ください。私はもう少し細かいことをじゃあ言っていこうと思います。まあこのプロパッドはこんな感じですね。まあ可もなく不可もなく、ただ V2 の時異常にこのパッド高かったんでね、 V3 の安さにびっくりしています。てかこっちが正常な値段な気がするんですけどね。あとこのプロパッドはこのようなカバンの取っ手につける時に後ろにつけて肌への接触を優しくするような使い方も説明書にはありましたが、はっきり言ってカバンの厚さが厚すぎて取り付けることができません。もう少し考えてほしいですね。この点 V3 のネジはそんなにね分厚いというか
長いネジがついてなかったので、こういったところは不親切だなと思いました。オプションで買えってことだと思うんですけどね。 V2 の方はめちゃくちゃ長いネジがついてきてましたので、こういったことにも対処できます。なんかね、 V3 の文句ばっかり言ってますけれども、デザインは絶対的に V3 のが良いですね。私ブラック買っちゃったんですけど、これ合わせた方が良かったですね、色。まあこのカバンだけに使うんじゃないんで、ブラックにしたといった感じです。 V3 だけ使ってれば何の不満もなく使えると思うんですけれども、特にねこいつがカッタ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 するんですよね。この遊びがすごく気になりますね。 V2 の場合はこの遊びをこのレバーでなくすことができるんですよね。なんでこの機能を省いたんですかね。これがあるだけで全然使い勝手がいいんですけど、この辺は値段もそんなに上がったり下がったりしたのかな、よく覚えてないんですけれども、この機能をなくしたのはめちゃくちゃ謎です。カメラプレートが片付いても何とも思わないってことですかね。ではまとめに入りたいと思います。キャプチャー、皆さんいろいろなところでもご覧になっているので、あえて使用方法などは別に載せませんでしたが、主に V2 との違いとしては、V2 のが重くてデザインが少しダサいかな。 V3 はかなり洗練されてきまして、小型化されて薄くなって、まあ肌に当たる部分は優しい感じがします。 V2 の場合微妙に痛い時ありますからね。その点結構機能が省かれてまして、 V2 の機能、いわゆる遊びがないというの、遊びをなくすことができるっていうのは大きいかと思います。マジでその機能をなくした理由が全く私には分かりません。まあ今購入するのなら V3 しかないわけなんですけれども、 V2 触ったことがある人は大事に V2 使った方がいいかなと思います。以上です。このチャンネルはこういったカメラ用品の話題に加えて、もちろんカメラ本体の話題などどんどんやっていこうと思っています。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではでは。